キャンドルはこちら。はい、こんにちは、ヨモモチャンネルです。今日はですね、ちょっとこれからもうすぐね、もうあと多分 2,3 分、4,5 分くらいでユアが帰ってくるんですけど、突然布団の模様替えが行われ、違う、突然布団のカバーが変わっていたらどういう反応をするかという検証をしたいと思います。とにかくね、最近ですね、ユアが好きな、なんていうのかな、洋服とかは結構黒とか白のアディダスっぽい服、なんていうのが好きなんですけど、物とかは一緒によくネットとか見てると、韓国通販とかにあるような柄とかが好きっぽいんですよ。なのでちょっと布団カバーをね、どうせ引っ越して新しくしたいくって、でもずっと買ってないで1ヶ月経っちゃったんですけど、ユア好みの買ってみたのでどうかなと思って、今回こんな動画を撮ってみます。それではスタート。こういうね、嬉しいドッキリだったらいいかなと思って、じゃじゃーん、できました。こんな感じです。すごい柄だな、なんか派手。はい、こんな感じになっております。私のお仕事させていただいている Q10 で注文しました。韓国のお店なのかな、結構たくさんのデザインがあって、もうね、絞りきれなかったんですけど、ピンクなんですけど、ここにグレーもあるから可愛すぎず、こういうロゴ系が要は好きなのでいいかなと思ってます。どうだろう、こういうデザインはあんまり島村とかに売っていないので Q10 で買ってみたんですけど、ユアがどういう反応をするかちょっと楽しみですね。でもね、なんか3時間のあれだったから、もうあの、なんか違うことやって、ほら、それ2時間、3時間ぐらい、時間目があれだったから、かわいい、かわいい、何、めっちゃかわいいじゃん。反応薄っ。ねえ、ゆわゆわ、動画撮ってたんだけど、かわいい、ほんと、よかった。こうやって、なんかあのさ、なんでゆわの枕入れてんの。え、なんでゆわ使いたくないの。なんだよ、びっくりした。これ2個ある、あの枕カバー2個あるんだけど、あ、すごい。あ、いや、いや、こっちがいい。どういうこと。あ、グレーの方、ちょっと待ってて、まあ、裏表両方できる。なになに、何持ってきた。マイク、よし、ちょっと待ってね。なになに、よっこら、お安いです。うわ、持ってきた。うわ、かわいい。マスク、二人で寝てる。あ、しかもこれラブユーって書いてあるよ、ちょうど好きってことだ。キャーン、マスク、キャーン、ラブユーって書いてあるの。書いてあるよ、ラブユーって。あ、ラブユーオールだ。ちょっと違った。汚くなった、ちょっとね、あれがね。じゃあ今、しぶちゃまさんの写真撮ってあげる。旅行楽しかったんだ、今日。旅行楽しかった。旅行じゃない、学校だよ。旅行とか、一人で行かせるわけないじゃん。はい、ということで、ものがどんな反応するか。何持ってきたの？あ、どこから内藤。内藤さん持ってきたの？昨日さ、保育園行く前さ、置いといたの。あ、そうなんだ、からなかったんだ。探してたんだよ。そうなんだ。隠してたでしょ。うん。うん。隠した。隠したな。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。もちゃんは？はい、せーの。ツイッター？ツイッター？
インスタグラムを見てね、グッドボタンをよろしくね、ポチポチしてね。おバイバイ。そしてももちゃんは金メダル。